今回はフランスの高級紙が進撃の巨人を大絶賛した話題と、こちらの話題に対する海外の反応についてお届けします。進撃の巨人は列冊少年マガジンで2009年10月号より連載が開始され、爆発的な勢いで大人気作品となりました。そして2021年4月9日発売の5月号で最終回を迎えました。壁の中での生活を強いられている人類が人を捕食する巨人相手に戦いを挑むダークファンタジーで、世界累計発行部数は1億部を突破しています。ついに完結したこの作品を先日フランス高級紙ルモンドが特集として取り上げました。特集では漫画の規則を打ち破った金字塔的作品と絶賛しています。特集の内容について要約してお届けします。進撃の巨人はこれまで非常に体系化されてしまっていた少年漫画というジャンルのあり方を揺るがした。黄昏時にあるダークファンタジーという分野でジャンルの垣根を越えたストーリーを武器に漫画史に金字塔を打ち立てたのだ。フランスの出版社であるピカ出版社の編集部長のベン・ラバ氏は、グラフィックやプロットなどあらゆる面で傑出しており、多くの日本人作家の可能性を広げた作品、進撃前と進撃後で区切られることになるだろうと語った。またベン・ラバ氏は、進撃の巨人が出版される前、多くの改善点があったことも指摘している。ドラゴンボール、ナルト、ワンピースなど過去に成功を収めた大半の少年漫画に共通する熱血という要素を満たしていなかったのだ。映像アーティストの海田氏は、主人公のエレンは他の主人公とは異なると指摘しています。彼は自由のために戦うのだが、古典的なヒーローのように騎士道や慈悲心を持って戦うわけではないからだ。映像作家のカマール氏も作品の特異性を指摘しています。善と悪という単純な図式は作品には存在せず、正義と救済が完全に欠如しているのだ。ひどい話だが、それも読者にとっては魅力とカマール氏は述べています。編集部長のベン・ラバ氏は以下のように分析しています。これまでの少年漫画の高度からは逸脱していることが、普段は少年漫画に興味のない層をも引きつけたのだろう。若きビデオグラファーのカマールと書いたは、焦りと不安が入り混じった気持ちで、最終話がフランスで公開される日を待ち望んでいる。僕らの時代に深く刻み込まれた作品、とカマール氏は述べています。このレベルの漫画に僕たちが出会うことは、あと10年、20年はないだろう。ヨーロッパ最大の漫画大国とされるフランスだけあって、記事にはたくさんのコメントが寄せられています。フランスで最も権威のあるルモンド氏に取り上げられたという事実自体がフランス人には大きな驚きだったようでした。それではこちらの話題に対する海外の反応についてご紹介します。今の世代の傑作の一つと言えると思う。自分は今45歳だけど、結末を読むのが待ちきれない。進撃の巨人は物語自体が面白かったし、設定とかも唯一無二だったから。最近は重商主義の影響で心温まるストーリーが多い中で、この作品には新鮮なものがあったんだよ。ガンツ、カウボーイビバップ、エヴァンゲリオン。このあたりの系譜を継ぐ作品だと思うけど、世代を超えた作品になるかどうかはわからない。進撃の巨人が終わっちゃったから、連載中の漫画の中で良作と呼べる作品は、ワンピースとキングダムだけになってしまった。私には理解するのがちょっと難しすぎた。進撃の巨人は本当に面白い。今アニメで見てるけど、続きが気になって仕方がない。まさかルモンド氏まで進撃の巨人を取り上げるとはね。確かに今までの漫画とは一線を画すものがあったと思う。ルモンドはウィユーズ、日本オタクってことが判明したね。ウジェーヌ・イオネスコのサイにかなり似てると思った。田舎町に突然サイが現れ、限りなく増殖していき、主人公以外の全ての住民が人間的な命を失いサイとなってしまう。ドイツにおけるファシズムの台頭がモチーフとなっている。
ル・モンドでさえ絶賛している作品なんだ。読んでない人は絶対に読んだ方がいい。展開が早くてかなり面白いから、漫画とアニメに革命を起こした作品だ。漫画史に残る傑作だよね。諫山先生、素晴らしい物語をありがとうございました。以上が、海外から寄せられたコメントとなります。作者の諫山先生の出身地である大分県日田市には、進撃の巨人、ミュージアムや街中に銅像が建てられ海外からもファンが押し寄せているそうです。